人、物、金をテキサスへ、CCIM のルークです。私は今、沖縄に着いたところです。こちら、新井さんですけども、新井さんと私は、アイラーニングという会社の役員をやってまして、アイラーニングの、明日41周年ですね、はい、イベントが開かれるということで来ています。新井さんは何年ぐらい前からこの会社に関わってらっしゃるんですか？もう10年以上になりますね。そうですよね、まあ、元の教育機関ですね、まあ、沖縄で有名な沖縄尚学とか尚学院とかでね、まあ、全国で初めて甲子園で優勝した、まあ、学園のね、創立から関わってまして30数年そこでいたんですが、まあ、その当時、まあ、アイランドの加納代表ですね、が、まあ、うちのその中学高校のやるに生徒を送ってくれるやるお客さんだったんですね、はい、そういうお使いが長年あったんですよ。それで私がもう60過ぎて、はい、そろそろフリーになろうと思ってという時に、まあ、手伝いに来てくれたということで、はい、10年ちょっとになりますけど、はい、役員をやらさせていただきます。そうですよね、はい、私は加納社長とは2005年にね、はい、当時グレーシートっていう市場に加納さんの会社と私の会社がある、ね、まあ、同じ年にこう株式公開して、まあ、その関係でお付き合い始まってですね、で確か私の記憶だと20年だね、うん、2016年ぐらいに加納社長がアメリカに来ていただいてね、まあ、ロサンゼルスとかダラスとか、まあ、私のやってるビジネスをご覧になって、はい、で役員になってほしいってことで2016とか17年ぐらいから役員やってるところですよ。それからね、毎年最低1回は株主総会とかね、来させていただいて、まあ、1回2回も来てました。そうですよね、いろいろよく来ていただいたんですよ。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、まあ、41周年ですけども、はい、まあ、41っていうね、数ではいいんじゃないですか、良い、良い、良いですね、はい、そういうことでちょっとね、皆さんもお招きしてお祝いしたいと、はい、まあ、良い年を、まあ、元にしてまた新たなスタートを切ろうというね、そういう感じなんですよ。そうですね、もう、まあ、常に前向きな、はい、アイランド社長、今ね、実は今日ってアメリカの大統領選挙まで残すところ51なんですよ。でね、今、すごくトランプ側とハリス側、拮抗してましてね、はい、お出会いしよう、今ちょっと食事するところなんですけど、はい、もう本当にどっちが勝ってもおかしくないような状況になってますよね。そうですね、はい、まあ、そんな中ですね、はい、ありがとうございます。注文とりあえずこちらでいただきます、はいはい、まあ、この間はまたね、トランプのこう暗殺未遂事件が起こったりとかしてですね、2回目ですよね、うん、日本でも相当話題になってまして、まあ、そうでしょうね、はい、まあ、本当にね、選挙当日前に何が起こるか分かんないような状況でですね、はい、この間アメリカらしいというか、そうですよねこの間ハリスとトランプのテレビの討論会を行いまして、はい、そうですね、うん、まあ、いろんなメディアはハリスの方が良かったって言ってるんですけども、まあ、一般的にはね、そうですね、うん、今日あたりね、色々とそういう、なんていうかな、世論調査の結果が出たんですけども、はい、ほぼやっぱ均衡してますね、まあ現実的には本当にそうだと思うんですよ。で、まあ有名なね、テイラー・スウィフトっつってですね、はい、2億8000万人フォロワーがいる、ね、彼女がハリスを示し出したようにですね、討論会の後に自分はハリスを応援するっつってですね、トランプはハリスは政府が嫌いだとか言ってるんですけども、結果的に世論調査を見るとですね、ほとんど影響はないみたいですね、うん、だから、まあ、どんな手を使ってもやっぱトランプはトランプで岩盤支持層を持ってますし、まあ、そもそもそのハリスが言っているね、政策とか、まあ、いろんなこと言ってるんですけども、まあ、ある意味嘘で語っているというかですね、だってそういうことが実現できるんだったら、この3年半の副大統領の時にできたはずじゃないですか。そんなことせずに今頃になってね、ああやるこうやるとか言って、でしかもトランプがやってる政策に真似したようなこと言ってですね、要は、まあ、民主党でも共和党でもないね、支持者を言おうとしてるんですけども、そんな状況で、まあ、混戦が続いてますけど、まあ、さあどうなることかっていうで、新井さんはやっぱどっちを応援してます？どっちっていうと、まあ、アメリカのそのことがよく分かんないところもあるんでね、まあ、でも不思議と思うのは、一つはトランプさんね、
うん、いろんな問題がある意味で、ねうん、起こして裁判所になったり、うんうん、いろんなことありますけども、うん、なぜか人気あるというか、ね、根強いというかね、地盤が、ねうん、しっかりしてるというか、まあ、日本のメディアを見ると、はい、もうトランプがすごく悪者になってるから、はい、日本で、ね、世論調査やったらもうほとんどやっぱ、反トランプなんですよ、はいメディアってのは怖いですよね、まあまあ、特にまあ、沖縄もそうですけども、はいまあ、沖縄はまた日本でもね、まあ、いわゆる総裁自民党の総裁選もあって、うんまあ、あるいは立憲民主の、ね、代表選もありますけど、うんうん、どっちかというとそういうマスコミ関係はどっちかというともう革新側 B 期みたいなところがあるわけですよ、まあ、そうですよね、特に沖縄は強いですよねそうそうそうやっぱりああいうジャーナリズムっていうのは批判をすることが、うん彼らのね、支援みたいなところを持ってるので、でもね、まあ、我々が応援してる佐久間さん、見事に勝ちましたね、井上市長に返り咲きましたね大勝ですね あれは大したもんですよね、はいはいうん、やっぱりその過去の実績もそうですし、まあ、宜野湾っていうのはもともと彼がね革新地盤から取ったところなんですよ、はい、それまではもうずっとね、その宜野湾、あるいはその地域っていうのはね、革新地盤なんですよ、まあ、基地問題とかありますからね革新地盤で、だから私だと国政選挙はなかなか勝てないんですよ、はい、ね、はいうん、そこを宜野湾市の彼は革新から、まあ、取ったんですよね、うん、それから一期半やって、その後一期半松川市長とね、はい、やりまして、まあね、県知事選に出てましたからね、まあ、県知事に出るときに、まあ、優待じゃなくて、うん、県知事に出るためにちょっと、うん市長を降りて、そのあと松川さんに譲って、松川さんは2回選挙勝ってます、そのところが残念ながら、残っちゃったね、はいはいね、まあ、それの体調問題でね、残っちゃったんだけど、まあ、それでまた、帰りだけっていうんじゃないけども、彼の責任上ね、はい、松川さんに任せたっていうか、引き継いで、そういう責任もあるわけですよ、そうですね、そういう責任もあるんで、もう自分しかやるしかないっていうんで、はいまあ、本当はまだ他の道もあったんですけどね、まあ、とりあえず今、その道を選んだという。はい、そうですね、はい、本当に良かったです、はい、多分ね、今晩お会いできると思いますけどね、今晩も明日も今晩も明日もね、はい、そういうことで、ですから今日明日と、沖縄からお届けします、はい、以上、テキサスのリョークでした、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。